チョークアーティストの金城真美と申します。よろしくお願いします。チョークアーティスト。はい。チョークアートっていうのはどんな感じのものですか、はい？そうですね。チョークアートというのはチョークを使って描くんですけども、皆さんがこうパッと連想されるような、学校のチョークとはまた違う、ちょっと専門分野で使うチョーク。オイルパステルって言うんですけども、<あ>そちらを使って絵を描いていきます。で、主にあの使用される用途で多いのは、飲食店のこう壁面の。 メニューにこうイラストと文字を添えて書いたりですとかあと結婚式のウェルカムボードとかっていう用途が多いですね今日なんか食品から何かはいお持ちしましたおおなるほどこ <laughs> んな感じでそれが食品ですねそうですねお花と、うん、食べ物のジョークアートですね もともとは、えっ、ー、と、このチョークアートのお仕事をされていたんでしたっけ。前は違うお仕事ですか。そうですね。チョークアートを始める前は、えっと、私アパレルの販売員として。ショップの店頭で、あのお洋服を売る、販売するお仕事をしてまして。で、その時にチョークアートというものを見つけて。あの、そこから調べ始めたのがチョークアートをしたきっかけです。販売員時代の。 テナントの休憩室にたくさんやっぱり雑誌がファッション雑誌がこう並んでるってでその中にたまたま手に取った雑誌の中にちょっと珍しい職業特集っていうページがありましてそこにあのチョークアーティストっていう職業がこう載っていて,んーって <laughs> 初めて聞く言葉だったので,であとはこう鮮やかな黒板字に書かれた絵が載っていたりとかしてそれにすごく興味を 持ってあのそこからいろいろ検索したっていう感じですね。はい、じゃあたまたま見たその雑誌が、はい、運命の出会いみたいな感じ。本当にもう運命の一ページなって思いますね。もともとそういうなんかアートとかは学んでらしたとかだったんですか。 と絵自体がもともと子供の幼少期の頃からずっと絵が好きでもう結構内気なこう見えてっていう感じなんですけどここであんまりこうお友達と遊びに行こうっていうふうに誘ったりも自分からできない子供だったのでお家に帰ってひたすらこう黙々と絵を描くっていうような子供だったぐらいもずっと絵が好きででもちょっとやっぱりこう絵描きとか画家でなんかこうご飯が食べれるっていうなんか仕事にしていけるというなんかビジョンはやっぱり描く。 受けずアパレルに就職しっていう感じでしたね。大学はそういう。 絵ととかか美術とかは学んでらした,んでした一応美大には行ってあのゆくゆくは販売員というかアパレル系に行こうっていうイメージがあったんですけどやっぱりどうしても絵が諦められない部分もありまして美大の中のファッション家っていうのを見つけてあここだったらちょっと就職にもつなげられつつ好きな絵がちょこっとできそうだなっていうことで、はい、そういうい大学を選びました。そのままあのいずれはこう販売員から本社に行ってその後自分でちょっとブランドを一つこう立ち上げてう チームとかに入れたらいいなっていうぼんやりしたビジョンがあったんですけどでも頭のとこからやっぱ絵もこう諦めきれない自分があったんですよねそれでもなかなか普通すぐ踏み出してみようってならない気もするんですけどここが踏み出せたのは何ででしょううん あんまり深く考えてなかっほなとにあのときめいた気持ちの方が強くてなんか、はい、そのうわもうこれでなんか大好きな絵でなんか仕事にしていけるかもしれないキラキラみたいな <laughs> 仕事をいきなりこうやめなければいけないわけでもないしまずはこう習ってその後こうお休みの日にやってっていう風にちょっと副業みたいな感じで始めればそんなにリスクもないよな っていう感じでしたね <laughs> じゃあ最初はアパレルのお仕事続けながら少し趣味みたいな感じから始めてだんだん副業になってっていう感じ、はい、そうですねで副業から今はもう完全にそちらがメインになってはいそうですはい。じゃあちょっとずつステップを踏みながらどん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 変わっていってる感じっていう,うまさかっていう感じで、はい、<laughs> なんかこうありがたいことにっていうことなんですけど膨らんでなんだろういきなりこう会社を辞めて チョークアートのなんだろうアトリエ構えるぞとかではなくてなので月になんかこのチョークアートの収入が23万から始まり5万円になり10万円になり20万円になりあれこれでやっていけるんじゃないかなっていう本当そのような,なんかちょっと倍にどんどんなっていったっていう何がそうどんどんステップを進ませてくれたんでしょう 本当は最初の時ってやっぱりあの全く知らない方からオーダーをいただくのは難しいんですよねなので友達友人知人がちょっと書いてほしいっていうふうに言って。 くれてで駆け出しだったので全然画力は今よりも全然下手なんですけどそれでもなんかお客さんになりたいって言ってくれる人たちにこう支えられてオーダーがこうちょっとずつ増えていきでその作品をインスタグラムにアップするとそれを見たか全く知り合いじゃないお会いしたことないような方がオーダーをしてくれるようになりでまたそれを見た方が。 とかあとお店会社の方からのご依頼が増えたりっていうはい流れでしたでもご自身でも周りに支えられてるのもあるけどご自身でも SNS アップしたりとかっていう努力もされてっていう感じですねその両方があってですね、うん、そう言っていただけるとありがたいんですけどもうなんかできることとあとはお金がかからないことはとにかくやってみよう, <laughs> と,みよう <laughs> ということで <laughs>、はい、SNS も0円でできるのでまずちょっとアップしてみようかなっていうこととか。 簡単なリスクが少ないところからアプローチしていきました。うんうん、現実なところを行こうというのもありながら、挑戦もしながらっていう感じで、両方やってらっしゃる感じですね。今はもう生徒さんとかも持ってらっしゃるんですよ、ねあ。そうですね。えっと、インストラクターの資格も取得しまして、で、そこからあのレッスンで、あの。 私みたいにこうプロの活動ができる資格を目指す方もいらっしゃればあの趣味として楽しむっていう方も幅広く年齢層も20 70代代から70代ぐららぐいいいままで、はい、いらっしゃいます、うんうん、どんどんステップも上がっていってらっしゃると思うんですけどこの先の,そのお仕事を通しての夢とかこういうことを実現したいなとかっていうのって何かおありになりますか えーともうたくさんあるので何から話したらっていう感じなんですが大きく分けると2つありましてそういうチョークアートをあの今学んでくださってるプロの方を輩出してあのチョークアートでも街を彩りたいっていうのとやっぱりこう商業性を兼ね備えてるところがチョークアートの他の絵画とはまた違うところかなとも思うのでやっぱり売り上げにつなげていけるっていうあのところも武器でもある と思ってますので<ー>そういう風なアプローチができるアーティストをあの輩出する、はい、<ー>っていうところともう一つはやっぱりこう私自身が結構、まあ、無謀なチャレンジも結構たくさんしてきてる方だと思うんですけどそれを一つ一つクリアして 行く様というか意外とやってみたらなんかこうどうにかなるとか誰かが助けてくれるラッキーとかミラクルが起きるっていうことをあのたくさん経験させてもらっているのでなんかこれからもそういうチャレンジをして実現していく姿を周りの方に見てもらって勇気になったらいいなと思います。はい 少しずつ少しずつ挑戦が今続いてきてる感じかなと思うんですけどなかなかにも大変でもあると思うんですけどその大変なところをマミさんのこう支えになってるものとか、うん、なんかその頑張り続けてられるすごい見ててキラキラしてらっしゃるんですけど <laughs> その <laughs> キラキラを支え続けてるものは何でしょう何がも,う、ま、もちろん周りの方にこう支えられちょっと 落ち込んだらこう話を聞いてくれる人がいたりとかこうやったらもうちょっと楽にできるんじゃないっていう存在の方がもちろんもういて支えられてっていう部分となんか自分自身でもなんでこんなにメンタルが強いというかなんか打たれてもこうまた立ち上がれるんだろうって考えた時に何かやっぱこう大学生の学生時代にあの,の経験が生かされてるのかなって思う部分がありまして。 自分の子の私学費をアルバイトと奨学金で賄、ま、って大学に、はい、通ってたんですよ。なのであのすごいバイトにも行かないといけないんでどうしても学費を払うためにも。でろん出るんですよで、ま、た寝る時間を惜しんで眠い目をこすりながら課題を仕上げ学校に行くんですけどやっぱりこう周りの私がバイトしてる時間全部こう課題に沿って。 つぎ込めるというか、うん、子たちに比べると自分のこう出した家電のクオリティが低かったりしてそれがすごく悔しかったんですよそそ。もあれたのになっていう思いをすごく4年間したので今だとそういう制約がなく自分の体力と。 なんだ気持ちが続く限りあの好きなだけ納得のいく制作ができるのでなんかその時の気持ちと悔しさがあったからかなと思いますそうかじゃあもともと強いですね <laughs> 強さもあるっ,っていうところも体には気をつけてありがとうございますはい。